般杯決勝戦、名古屋対新潟が最高すぎた。伝説のゲーム、いやーすげーものを見た。フランスアルゼンチンのワールドカップ決勝と全く同じ展開という神試合。ランゲラックはいい思い出とともに帰国できるね。当たりゲームになった。面白い試合だったな。長谷川健太が3チームでタイトル獲得か、日本代表の監督やらないかな。これが決勝の J リーグのレベルよ。キーパーの差で新潟は負けたな。かたくなにセカンドキーパー使ったのがあだ。ランゲラックがなぜ OG の正ゴールキーパーじゃないんだ。日本シリーズも一発勝負でよくね。そんなことを思った試合でした。新潟キーパーの差がでかすぎた。最高に面白かったわ。名古屋サポーめ、新潟サポも誇っていいわ。やっぱ J リーグチャンピオンシップ復活してほしいな。新潟のパスサッカーいいじゃん。見てておもろい。いい試合だったな。心情的には新潟にタイトル取らせてあげたかったがな。よかったじゃん。新幹線で乗りつけた新潟サポも満足しただろ。いい試合だったわ。新潟の応援すごかったし、J も J リーグとかいろいろ言われてるけど頑張って盛り上がってほしいわ。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。